いつも使ってるスタジオイベントのために一緒にマンドリンがありますが、まあ、近日やっていきましょうということで、はい、まず0942です。ライブ薄めのネックでっていうことは排外性と言いました。ネック時点で感じることはここ平らなんです。この平らな感じはエピフォーかなって思ったんですよ。ちょっともうすでに触っちゃってるんですけど、はい、この左と右のカットの反り立ち方、はい、こんなに上がってるのはそんなに多くないはず。あとはボディを触っていけば分かるだろうと思ったんですが、はい、可能性としてあるのはタク松本モデルかなって思ったんですけど、その中古が入ってきたんですよね。なるほどなるほどなるほど。まあボディ触っていきましょうか、はい、どっか触る、どっから触るピックアップ、ピックアップ。カバーがないオープンタイプのキックアップで、タク松本モデル確かオープンじゃなかったっけ。あとはピックガード、かわいいね。ブリッジ中央マジック。もう一個可能性としてあったのは、はい、PRS も濃いんですよ。PRS の場合でもブリッジが違うんですよ。ほらそうだそうだ。いやでももしかしたら PRS の中央マジックのやつが入ってるかもしれない。なわけなわけで、あとはどこ触る。でももう分かってます。敗北宣言。コントロール触るか。もうこのノブの形状でエピフォン感ありますね。今度ノブ全部外して渡しましょう。ダメダメダメ。でここに、あーこれね、トリムリズムって書いてあるのが僕の目にはよく見えます。後ろ側、ほらもう見てこれ、ギブソン系ですって言わんばかりのバックパネル。とてつもないっすね。とてつもない。もうないよ、終わりだけど。タク松本ダブルカットで、はい、結構早く見終わっちゃったね。見ないですか。見ないよ。見ないよ。終わり終了。見ません。これマンドリン1本やりませんか。1本やるか。